はい、皆さんこんばんは。大人のための大人特撮解説、私は菊池さんです。よろしくお願いします。ちょっと高級化粧なので顔を変えていただきますが、鏡みたいにカメラを使ってはいけ、モニターを使ってはいけません。喋れなくなってますね、私ね。情けないですね。そういうわけでございまして、キリン一番搾りさんにテーマ曲をやっていただきたいと思います。キリン一番搾りさんです。それではキリン一番搾りさんにテーマ曲をやっていただきますので、私は黙ります。キリン一番搾りさんのテーマ曲をお楽しみください。はい、それでは東映エクタースタジオ内田優作所長、江連隆先生、ありがとうございます。いただきます。カカミヤーン、カカミヤーン、カカミヤーン。いただきます。いい色ですね。いただきます。いや、ついにこの時が来ましたよ、本当に。皆さん、いただきます。まあ美味しい。ああ懐かしい。私の青春時代の甘酸っぱい思い出。まあいいや、そんなことは。ですね。見ないで言えるかな。電磁戦隊、見ないで言おう。電磁戦隊、あれ？電磁戦隊、見ようか。電磁戦隊メガレンジャー。あの人もレンジャーズって言いたいでしょうね。多分言いたいと思うだろうな。メガレンジャー S つけたいと思うけどな。実は S つけていけない単語だったりしてね。そういうのありますからね、たまにね。あのあれが有名ですよね。あの広島カープ、カープスってつけちゃいけない。その他にもね、英語にはいっぱい S をつけてはいけない、あの単語ってあるんですけど、ですね、多いな。昨日は5と6を見ました。メガレンジャー、最後は決めるぜ、これが裏技、バトル、エビねじれ。これ可愛かったですね。エビそのままって言ってましたけど、書いてましたけど。風間信彦さん、1958年生まれ。東映特撮はこれのみ。第6話やったね。爆走デジタンク、ゾウねじれ。あ、これも可愛かったですね。これいいですね。やっぱりこういうなんか昔ながらの動物をモチーフにしたね、あの怪人って今回は何て言うんでしょう。ねじれでいいんでしょうか。 S つけるんでしょうか。ねじれです。あの可愛かったですよ、ゾウねじれ。千田義正さん、1968年生まれ。私より1歳しか年下じゃないです。千田さんよく出て、この間も出ましたよね。竹上さんが、あの、両方とも、純喜さんがね、両方とも、脚本をやられてます。まあ今回メインです。すごいですね、いきなり登場メイン。田崎さんも、あの、2連発で、両方とも田崎さん監督。で、前に言った、あの、竹って言ってた、竹ちゃんとか言ってたじゃないですか。あの人は竹本昇さんって言って、若い方なんですね。あの、ねえ、あの、勝也さんと、渡辺勝也さんと同い年とか言ってた話、確かに。ちらっと見ました。今度、ちゃんと調べます。もう、バンバン書かれてますよね。それは若いですからね。この第6話で慎太郎 と岩本二郎、もしくは二郎っていう人が出てくるんですけど、あの慎太郎さんの俳優さんは、あの、まあ、お名前今度書いてきましょうか、すいません、あのノーインフォメーションでした。で、岩本二郎さんが橋本匠さん、この人は1976年生まれです。
ですからこの時はもうこれは97年ですよね。98年じゃないよね。何年の作品ですか。それも忘れたの。7年、97年から8年ですね。橋本匠さん97年だから21歳、もう大きくなられまして、本当にこの方は92年の10レンジャー伝説の戦士たちよの何でしたっけ、ボーイと、あとタイガーレンジャー役をやられた。このタイガー、ボーイっていうのは痴漢少年ですね。もうなんかすごかった、やりたい放題でしたね。どうしたの、どういうなんか素性の方かもう今となっては残念ながら覚えてないですか。10レンジャー面白かったですね。93年シュシュトリアンでチルチルの役をやった。シュシュトリアンはね、あれですよ、有言実行ですよね。いずれ見る日が来るんでしょうか。シュシュトリアンが不思議コメディの最後の作品だ。なんでやめなきゃいけなくなったかっていうと、セーラームーンが大ヒットしたからですよね。音楽のオープニングの歌は風雅直人さん、1962年生まれ。うん、そう、まあ今のところなんか別に好きでも嫌いでもなんか全然馴染んでないっていうか、そりゃそうですよね。まだまあ人によってはもう分かるんですけど、うん、前ね現代音楽の作曲家のね、なんかお話をさせていただきましたよね。音楽、うん、奥健一さん、奥さん1950年生まれ。倫理的じゃないって、また間違えた。論理的、倫理的と論理的と全然違います。論理的な曲作りをする人。今回のその、まあ、テーマ曲は歌がそのね、風雅直人さん、直人さん、ナルトじゃない、うん、もう終わっちゃったやん。ビール、いやこれで終わりですよ。もう最後のひとしずく、ひとしって違うんですよ。ひし最後の死と、あれ、死じゃない、火や、ひとしずく。じゃあ、美味しいです。もう本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、高校生の話なんですよ。で、この宇宙に出たりするじゃないですか。最初、基地をね、壊されて、スペースシャトルで、まあ、月に行くらしいんですけど、あれ、月って僕知らなかったんですけど、月なんですよ。で、まあ、月からいちいちロボットが出たりするんですけど、そのまあアメリカでね、その要はパワーレンジャーやってるわけじゃないですか。あれ結構やっぱり大事らしいんですよね。僕はパワーレンジャー一個も見たことないけど、大事らしいんで、でアメリカでまた宇宙 SF が流行るんじゃないかって言ってちょっとやってみたらしいんだけど、もう学園ものにしようっていうことになったらしい。で、高校生という要素はテレビ朝日プロデューサー岩本太郎さんの、このだからテレビ局のプロデューサーって前もほら梶敦さんでしたっけ。で大きいですよね、やっぱり高寺さんが書いてもね、それはね。で若いキャストを揃えて視聴率の向上を意図した、そんなもんなんでしょうか。僕はそうですね、ね、え、まあ若さとね、あと経験とどっちを取るかですよね。まあでも今回ね、本当しつこいようですけど、お前名前も覚えてきてないのに何言ってんだって言われるかもしれないですけど、レッド、今回何、レッド何、あ、このそれもやりましょう、明日あたり。そろそろ登場人物でも、あれ登場人物をこういろいろ調べたりするとネタバレ見ちゃったりするんですよ。まあ、とにかくレッドの人は上手です。あの人もう本当、早くももうあの世界の中で息をしてらっしゃって、もう見事なものです。もうなんか、お人柄なんでしょうね。ああいう人いるんですよね。本当に自分が言ってるみたい。でもなんか役柄も本人とすごく似てるっていう話でしたね。
非常に才能のある方だと思います、あの人。で、竹上は SF 用法にこだわり、これ言ってないと思うんですけど、メガシップ及び、メガシップっていうのが、その、要は、あの、月に脱出してて、あの、月に構えてるあれですよ。あれっていうか、基地ですよ、メガシップ。ない描写。あの、基地の中の描写とか、で大事ですよね。まあね、スターウォーズとかね、もう何年前やねんって話じゃないですか。だからやっぱり、そういうとこ大事にしようねって、お客さんいろいろ見てるよっていうことなんでしょうね。ねじれじゃの作戦、目的など、説得力のある描写に注力、大変結構じゃないですか。うん、説得力欲しいですよ、やっぱり作戦はね。まあ、ないならないで面白いですよ。あの、シャボヌルンとかね、ないわけじゃないんでしょうけど、楽しそうにやってたじゃないですか、あの、なんだっけ、あの、なんだっけ、幽霊博士とか、あと、あの、悪魔、なんだっけ、悪魔原水とか、あの、スーパーワンの話ですよ。まあ、あるあるでね、もう、まあ、あそこまで開きなればね、まあ、時間帯がね、変わってね、後方によってはもう、その後も全然見れなかったって、放映されなかったっていうところもあるらしいですから。まあ、あれはあれで面白かった。エズレさんって言ってたんです。結構素晴らしく面白かったですよ。うん、まあ、スーパーワンの話はいいとしてね。あの、作り手自身が納得できた上で子供たちにいいものを見せるという姿勢、素晴らしいじゃないですか。ええ、もうそういうの。まあ、だからそれ何がいいものかっていうのは、この、いろいろね、違ってきますよね、その人によってね。で、私これ見、あ、落としちゃった、これ見ましてですね、まあ、感想というか、決めるで、これが裏技バトル、この決めるで、これが裏技バトルは、そのレッドが主人公なんですよね。で、あの、要はこのレッドっていう人は戦闘の、あの、面白いアイデアを持ってらっしゃるというか、まあ、チンピラみたいな戦い方とか言ってましたけど、まあ、あれですよね、あの、正式な教育を、その、剣道なり、空手なり、あの、ボクシングなり、そういうものを受けていない戦い方だから、あの、相手が予想できないっていう、面白いですよね。まあ、要はその、持って生まれた、ね、資質のみで、まあ、あとは、まあ、バネとかね。あるじゃないですか。まあ、まあ、喧嘩というか、格闘はね。バネと、あと、やっぱり、あの、まあ、度胸とかね、ありますよね。まあ、あと、発想力ですよね。だからそういうものが優れていると。それで、あの、何でしたっけ。あの、スカウトしたんですよ。だから、その、前、なんとかさんって言ったじゃないですか。僕が、あの、一押しの、あの、今回の博士。ね、うわぁ。おっさんって言われてる人ですよ。おっちゃんかな？何？久保田のおっちゃん？久保田のおっちゃんいるじゃないですか、久保田のおっちゃん。あのおっちゃん。あの人が目をつけたのは、このレッドの人なんですよね。大体久保田博士。ね、司令官ですよね。でも他の人もなんか、だから一番成績、学校で成績が悪いんだけど、あの人が要はその、発想力というか、頭が柔らかいってことです。勉強嫌いだけど。資質があるってことですよね。あとはバン、バネがあるとか、その、まあ、動物的反射神経っていうのがどこまでゲームの世界で、ね、まあでも、今となってはね、軍人ですからね、軍隊でだってドローン操縦とかやってるわけですからね。まあだから、今となってはね、当時は、なかったでしょうけど、まだちょっとわからないけど、ドローン攻撃がね、どのくらいの歴史があるのか。まあでもそういうのをもう見込んで、久保田さんもとにかく彼がって言ってたんだけど、もう攻撃されて、そのね、ネジレジアでした。ネジレジア合ってます。これに攻撃されて、もう時間ないから、もう後の連中でも、ところがその後の連中っていうのはすごい優秀なコンピューターのね、コンピュータグラフィックの人とか、成績優秀な人とか、
なんかそういう、まあ皆さん賢い人だと。ということなんです。で、まあ、レッドだけ賢くないんだけど、資質が素晴らしい。数字がいいんです。仕事に合っている。私は仕事に合っていない。というわけでございまして、2本目いきますね。アイキャッチ。今日はね、2つ目もね、常温ではあるんですけど、常温でもね、もうすっかり寒くはないけど、涼しくなったっていう言うべきでしょうか。暑くなくなったとかね、同じこといろいろな言い方があるものでございます。一番搾りさん。アイキャッチ。ドンパン、タタタタンタン、タクシュー。もうなんか東映行ったスタジオが遠のいてしまいましたね、だいぶね。97年か、71年でしたからね、仮面ライダーね。私のね、懐かしいってうちに東映行ったスタジオで育ったわけじゃないけど、まあ小林靖子さんね、いらっしゃいますからね、しばらくいらっしゃいますっていうね、変な言い方だけど、18話でしたっけ ?18 話からね。あれも楽しみですね。そうですか、お話は途中で申し訳ないんですけど、この方って誰？レッドが、喧嘩殺法というか、なんかその AI で操縦しようっていうアイデアがあって、新しいというか、レンジャーの皆さんが、ふさわしくないと。というか、選んでる暇なかったわけですよ。もういきなり攻撃されたから。で、まあ見た、ご覧になられた方は覚えてらっしゃると思うんですけど、そうですね、まだ5話ですから、もういきなり攻撃されてね、人を選ぶ、スカウトしてる暇がないんですよ。優秀な人材をね。まあでも、この久保田さんは、久保田のおっちゃんは、もう帰っていく。失礼。非常になんか決断力の強い、ね、そういう感じでね。でも上司というか、あれはダメだから AI で行こうって言って、 AI でやってみてダメで、で命を懸けて自動操縦じゃないけど AI 操縦を切り替えに行くわけですよ、久保田のおっちゃんがね。でまあ切り替えて、それで、まあ、そこでレッドが暴れるわけですけど、まあ、ね、喧嘩殺法というか、めちゃくちゃな戦い方というか、まあ、チンピラみたいな戦い方というか、まあね、小枯らし文次郎みたいな剣術ですよね。正式に剣道を習ったことのない剣道使い方。それはだから怖いですよね、正式に剣道を習ったこと。まあ大体はダメでしょうけど、すごく才能があったら読めないですからね、まあだからそれでもう見事勝つ。それで本部っていうか、上から送られてきた人がね、素晴らしいっつって帰っていくわけです。よかったね、久保田のおっちゃんって言ったらわけです。まあいい話じゃないですか。久保田のおっちゃんもね、すごく味わい深いね、方でね。何さんでしたっけ、あの方は、ね、ドラマで大成功されてね、よかったですね。そういう方がね、こういうって言ってはいけないけど、作品に出られてね。やっぱりね、司令官がね、岸さん、岸さん、下の名前なんだっけな。サンバルカンです。サンバルカンです。まあ、ゴレンジャーもね、すみません。ああいうね、方がね、まあ、三浦さんも良かったですよ。三浦さんって何言ってるかっていうと、三浦、参謀長ですよね。三浦参謀長も良かったけど、
やっぱああいう人は大事ですよね。あのスーパーマンのあの帰ってきたウルトラマン出てた方のも良かったですよ。良かった。ああいう人大事ですよ。やっぱりあの司令官、味方も敵も、味方も敵も、司令官っていうかね、あのまあしつこいですけど安藤光雄さんとかね、ああいう方は大事ですよ。あの天本秀さんとかね、まあ潮賢治さんとかね、ああいう方は本当、まあでもあの ドクトルゲーム良かったですよ。ドクトルゲーム、そんでまあ良かったねって、まあとにかくね、今回本当に良かったと思うのは、あのレッドの方々ね、あの演技がね、もう本当伸び伸びとしててね、うん、でも芸能界あんまり長くおられなかったよね。まあそれはそれで良かったですよね。うん、まあ良かったか悪かったか分かりませんけど、まあ分かりませんっていうか、まあでもいいじゃないですか、青春じゃないよ。ねえ、まあ僕がそうだからって、まあまあ僕も別にそんな芸能界で光り輝いたわけじゃないけど、まあある程度ね、まあ生活もさせていただいてね、音楽でね、まあ、あの、やっぱりそういうのもいいんじゃないですか。肩着のね、そういう生活に戻れる人はですね、なんか変なあの後味の悪い話みたいに聞こえるかもしれませんけど、第6話やったな、これですよ。だからそのあの痴漢少年が出てくるやつ、あとこれね面白かったですよ。あの何でしたっけ、二郎と慎太郎、慎太郎って言ったらなんか石原さんもお亡くなりになられましたが、ノーと言える日本ね、あの思い出しますけど、慎太郎君っていう人はなんかあのいちいち二郎君に言って、で二郎君は代わりに喋るんです。失礼、デートを申し込んだんですよね。あのピンクだかイエローだか忘れましたが、すいません、この辺はね、ほんとね、こういうこと言っちゃいけないんですよ。まあどっちかとデートするで、最後に付き合ってくださいだけど、私好きな人がいるのって言ってね、あの面白かった、あのね、でジロ君はあの性格は積極的だけど、まあなんか度胸がないっていう、どっち、それおかしくない、矛盾してますよね。ジロ君ね、ジューレンジャーですよ。まあだからでも面白い感じでしたよ、うん、なんかすごく体が大きくてね、その用心棒みたいなんだけど、すごく気が小さくて、であの直接女の子と喋れないけど好きだから、お前ちょっとお前っていう感じでもないですよ。そういうあの描写もなかったですよ。ジロー二人の時はお前ね、俺が守ってやってるからどうのとかって、俺の言うこととかそういうのもなかった。うん。なんかだからね、まあ不思議な感じで面白いですよね。まあどういうふうに展開するのか、もうあんまり出てこないのかよく知りませんけど、うん、これはいいと思いました、この。で、女の子はね、積極的にデートってのはこういうとこに行くなよとか言っていろいろ連れてるからね。ね。でもごめんなさい、私好きな人がいるのって言われました。要はその変身したっていうのを知られてはいけないっていう話ですよね。人前で変身してはダメだ。まあだからあのね、人知れず戦うっていうやつですよね。あの何でしたっけ、ロンリー仮面ライダーですよ。まあそういうことに一応今のところな。まあ学園ものっていうことで、まあこういうね、運動会、恋愛がちょっとあったりしてね。恋愛っていうかね、まあ、一郎くんはこの、一郎くんじゃない。一郎って誰だよ。慎太郎くんが、その、まあ、イエローカレントが、すいません、こんな言い方で、あの、覚えてない人に好きになってね、なんかその、でもなんかその、デートの誘い方もこれを世の中にバラされたくなかったら、
前俺のデートじゃん。ちょっとね、まあどうかと思うけど、まあ屈折した青春っていう感じですよね。まああるでしょう、そういうこともね、あるでしょう、うん。だから、まあ、あるでしょうということでね。まあでも、面白かったですよ。面白いけど、やっぱり前作がね、やっぱりあまりにも弾けてましたからね。あんまり視聴率良くなかったみたいだけど、やっぱあれを見るとこう、なんかもっと激しいものに慣れてしまっているというか。というのはありますね。ただやっぱり、まあ悪いとこばっかりじゃなくて、もちろんあのレッドが素晴らしいっていうのもあるし、あと、ね、あの、久保田のおっちゃんがいいのもあるし、素晴らしいのもあるし、いろいろいいところもありますよ。あと音楽はね、前もなんか海外、まあでも、あの、もうバブルが完全に弾けて97年か ?97 年ですよ。何回見るんだよ。97年ですよね。もうだいぶ予算的にもやばい感じ、すでに。もう、あの、何年前ですか ?97 年だったら。そんなわけないでしょ。そんなわけないよね。13から7引いたら、21年前。合ってます?もうこういうね、単純な算数もできないような状態なんですよ、私。ほんと。まあとにかく21年前じゃないでしょ。だってカクレンジャーが30年前ですから。まあいいや。とにかくもう経済がだいぶやばい。でそれがためにやっぱりそのごほら合体じゃないんですよ、ロボットが変形なんですよ。変形もねいいですよね。優れたものはね、ライディーンとかね、ライディーンなんて合体しませんからね、悪いけど。かっこいいじゃないですか、ライディン。ゴッドバーン。で、いや、優れたものいっぱいありますよ、そんなの。昔は、なんか、合体なんかしない。コンバトラーからかな?わかんないけど。うん。ゲッターラボがあったの。ゲッターラボ合体しますもんね。まあ、ガンダム、コアブースターとかね。まあいいや、って言っても、もうガンダムってなんか、もう79年ですからね、言ってもね。最後の一滴いただきましょう。美味しゅうございました。ビール、私大好きです。この辺、ビールがある時代に生まれてよかった。ビールってでも、エジプト時代からあるんですよね、確かに。日本にはなかった。いや、でも日本酒も美味しいんじゃないですか。ご視聴ありがとうございました。公共タバコいただきましょう。まだ時間も。もうあんまりないけど。公共タバコ。あんまな話が。そういうわけでっていうか、これだからデジタンクとか出てきたんですよね。そんな話ですか。なんかね、高いビルに登ってね、ああ、綺麗とか言って、デートっていうのはこういうとこに来るがどうのとかっていう話でしたよね。でそれをデジタンクで倒すっていう、倒すじゃない、あのゾウさんがね、ゾウねじれが倒そうとするって話でしたね。せっかくデート中なのに、でもひどいデートの誘い方ですけど。これちなみに慎太郎君と二郎君っていうのはレッドの人と同じような成績らしいですね。成績が最下位まで全部張り出されるんですね。厳しい学校ですね。まあね、まあ学園ものなんでね、そういうやっぱ成績とか出てきますよね。
ダジャレにそうになったけど、やめますけど。そういうわけでございまして、まだタバコ途中ではございますが、タバコ吸いながらっていうのも失礼なのご挨拶ですね。消しますか。やっぱり、ね、ある程度、けじめとしてね、消させていただきます。まあ、いつも消してるんですよ。また吸うんですよ。はい。今日テーマ曲をやっていただいたのは一番搾りで、アイキャッチも一番搾りで、そういうことですね。で、私は菊池さんでした。で、いつもご視聴ありがとうございます。皆様のおかげで美味しいで、自分のね動画を動画をねやっぱり確認するために、まあ見たりというか聞いたりするんですけど、やっぱり面白くないんでね、やっぱりちょっとね、少しでもね、やっぱ向上心を持って、少しでも良くする。例えばこれ暗いとかね、例えば、これもなんとか しようかななんて思っておりますが、ちょっとね、まあね、そういうことでございます。なるだけ良いものを、さっきの、あの人と一緒ですよ、竹上さんと。納得のいくものをね、それは私も一緒でございます。というわけでございまして、これの聞き取りにくい YouTuber と、顔中、お酒好きと、あと何だ、臭いタバコ吸いか。臭いタバコ吸いに優しくしていただけるとありがたいです。最後までご視聴ありがとうございました。菊池さんでした。皆さん、ね、もう急にね、もうほんとね、寒くなるらしいですからね、天候狂ってます。ね、間に言われたくねえわって言われるかもしれないけど、そういうわけでございまして、皆さんごきげんよう。菊池さんでした。ご視聴ありがとうございました。